森さん、はい、今日もちょっと YouTube の時間がやってきました。ほう、前回ステーキ、はいはい、すごい美味しかったです。まあね。食材ちょっと買ってきてなくて、なぜかというと、まあ、今お店やってないじゃないですか。まあね、そうだね、8時までしかやってないからね、はい、外食もできないと。そうね、コンビニにある食材でなんか一品作ってくださいっていう。コンビニで？はい。あら。コンビニ食材をクロスサンモニターの森田隼人さんが調理したらどうなるんだっていうことをやっていきたいなと。え、買ってきてる食材？いや、分かんなかったんですよ、何買ってきて。どういう意味？買ってきてほしいっていう。で、俺買いに行くの？まあ、そうですね。めちゃくちゃやな。だから今は僕はご飯作ってくださいって言いに行っただけ。わかったわかった。500円ぐらいにしよう。まあ、大体アラウンド500円。その中に俺の技術となんかちょっと入れるわ。極上の一品もちょっとお願いします。極上、極上で言ったよ、この人。わかりました、行ってきます。じゃあ、お願いします。雨やで、おい。これうまいですね。うまいよな。さあ、ということで買ってきたね。ちょっと買ってきた食材をちょっと紹介してもらっても、はい、今日唐揚げくん、あ、多分みんなが知ってる国民食ですから。これと2つミックス、これはまあ100円ぐらいかな。まあこれはお好みでいいねんけど、熟成生たらこ、これ別に普通の白飯でいいと思うんですけど、それだったら100円で全然買えるんですけど、今日これさせていただきましょう、うんうんうん、まだこれ100円やと思ってください。でそこにちょっとやっぱ森田らしさということで R1 です。 R1 を使うんですか。唐揚げくんって接着剤っていうのを使ってるんですよ。接着剤、まあお肉合成肉なんで、お肉と肉をくっつける、別に全然体に悪いも入ってないですよ。はいはい。なんですけども、それをちょっと一回緩めるというか、ヨーグルトを使うことによって体にもいいようなものを、味に一手間かけることによってですね、この酵素がお肉自体をまた柔らかくしてくれるよっていう食べ方しようかなと思ってます。なるほど、うん、これで何を作っていくわけですか。卵はどの家庭にもあると思うんで、はいはい、まあ、卵を使ってちょっとこう、はい、親子丼ピカタ風に仕上げようかなと思ってます。ピカタ風、ピカタっていうのはですね、郷土料理のうちの人なんですけど、基本的には豚肉とか、はい、鶏肉を小麦粉をつけて、そのまま卵をまぶして、ペッパーとともにこう焼き上げるようなお料理なんですけれど、うん、それは日本風に置き換えると、そのああいう親子丼みたいなのになるんですよね。料理の手法としてはいわゆる親子丼じゃなくてピカタ風にしようかなと思ってます、うんうんうん。まずレタスサラダ、いろんな色とりどりありますから、はい、まあ、これお好みの量でいいんですけど、キュッと固めてあげて、はい、まあ、そのまま食感残る程度に刻んであげますと。で、唐揚げくんです。4個ぐらいかな。これはせっかく決着してくれてるんですけど、包丁の腹とかでグッと潰してあげていただいて、はぁ、これで十分です、はい。まあ、唐揚げくんのレッド入れまして、ヨーグルトでマリネします。はぁ、混ぜることをマリネって言うんですか。はい、ざっくり言うとタンドリッキーみたいな感じになってくるのかな。あー、つけますもんね、ヨーグルトに。うん、ちょっとね、親子丼ですもんね、作ってんの。うん、作ってんのね。で、これを温めたいんで、はい、軽く油をいきまして、はい、で、先ほど刻んでた玉ねぎを軽くだけ炒めます。はい。ここに先ほどの、へぇ、いい匂いしてきますね。玉ねぎとヨーグルトのもういい香りしてくるでしょ。あんまりこういう匂い嗅いだことないかもしれないです。確かにね。はい。で、そこに卵です。卵もそのまま入れてしまって、はい、ここで溶きながら。全然完成形が想像つかない。そんで、そこにパルメザンです。パルメザンチーズ、うん、少々のめんつゆですね。はぁ、最後はパセリですか。パセリ、はい、あとここに先ほどのお野菜ですね。はい、色とりどり、めっちゃ綺麗じゃないですか。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。ゆっくり入れていきます。はい、おにぎりですね。おにぎり、はい、あ、もうそのままいっちゃうんですね。おにぎりドン、これ自身をこのままですね。はぁ、これ完成で親子丼みたいなもんですね。はい、何ですかこれ。唐揚げくんもびっくり、俺どうしちゃったんだろう。召し上がってください。いや、もうこんなんだって僕もう食べたことないから。そうでしょうね。うわー、おいしそう。いただきます。どうぞ。うわっめっちゃうまいっす。後味にちょっとピリッと辛くなるのもこれ唐揚げくんですかね。そうだね、唐揚げくん感もありつつの新しい料理に生まれ変わったっていう。
じゃちょっとご飯もいっちゃった方がいいですか。お米もいった方がいい。米これでしかも明太子も入ってるし、うわーうまそう。いって、これうまいっすね。うまいよな。なんか見た目こうなってるけど、はい、なんかこうおにぎりバンと置いてるっていうのがなんかいいんじゃない。確かにインパクトもあるし、しかも簡単っていう、ね、簡単だって、もうおにぎり温めて置いただけやもん、はい、確かに確かに。海苔もあるじゃないですか。はいはいはい。海苔もおにぎりもこれだけで美味しいんですけど、はい、この炒めたやつと一緒に食べます、はい、うん。そもそも唐揚げくん自体が美味しいじゃないですか。はいはい。唐揚げくんの衣ってちょっと柔らかいでしょ、ふわふわしてて。そうですね。あそこにちょうどいい感じにヨーグルトの酸味が合わさって、はい、ちょっとこうスパイシーなところにタンドリーみたいな、ラッシーをちょっと一緒に食べてるみたいな感覚、はいはい、さらに親子っていうことで卵のとろっとしたね、その食感も入ってきて、チーズのふんわりとしたまたこの方向が上がって、で一緒に米と食うっても最高やね。でまたさ、はい、実際ここに余ってるんですよ、ちゃんと R1 が半分使いましたから、そこにあのやっぱトマトですよね。トマトとヨーグルトなんかさ、もうギリシャ行ったら確実に出てくる料理やんか。はあ、そうなんですか。ここに入れて、え、はい、トマトとヨーグルト、はい、食べてください、どうぞ。トマトとヨーグルトなんですか。いや、めっちゃうまいから、いただきます。なるほど、めっちゃこれ合うな。美味しいでしょ。これマジうまいですね。うまいでしょ。ヨーグルトっていうのはいろんな食材を引き立てるんで、はい、当然塩振っても美味しいし、蜂蜜かけても美味しいんです、うん、はいはいはい。その時にデザートにしたいんやったらこれ蜂蜜にしてもらったりし、はい、その食事の間に食べたいんやったら塩振ってもらったり、それはもうこのみんな任せますっていうところを、はい、あのこれ見てらっしゃる子供の方々はお父さんとお母さんに、さも自分が考えたかのようにお父さんお母さんこれ、確かにこれあのお子さんがもしもヨーグルトとあのトマトワイを出してびっくりしますもんね。それびっくりするもん。お前何してくれてんねんって500円でこれだけ作ったら確かにお父さん喜ぶん違うかな。でお前どうしてんってなると思うよ。確かに。お前何で作ってん。確かに。で、え、唐揚げくんやねんって言って、お前マジかって。これはぜひ真似してほしいですね。あのすごいと思うよ。意外な組み合わせだけどものすごく美味しかったですね、これは。あ、ほんま。はい。まあ唐揚げくんがすごかったってことだね。結果言うと。だからローソンさん、ぜひあの今度、僕のお弁当をですね、今度僕でやっていただいたり。どうすでしょう、あの料理マスターズ。森田隼人でございますけど、よろしくお願いします。それ毎回言うんですね、ちゃんと。毎回言います、ね。はい。で今度あれいいかもね、そのなんか怒られへんねやったらマクドナルドを分解してみてもいいかもわからへんね。あ、マクドナルド。うん、中にもっと他のものって美味しくなるんちゃうかな。あ、マクドナルドはハンバーガーを極上に仕上げる方法があると。それにさ、ちょっと一手間かけることによって、おいこれマクドナルドえらいことになってるやんっていう。はいはい。ね、そんなやりましょう、それ次回。やらない。でですか。言うた手前やらない。これマジうまいっすね。これすごいよね。